はい、今朝の5時17分ぐらいなんですけど、今日は学校があるんですけど、ちょっと早起きしたんですけど、すごい、ほら真っ白、あたり一面やばくね、これ5時なのにこんな明るいぜ。しかもこれがほらめっちゃしなってる、やばい、ガレージが来ると潰れそう。雪が今朝の6時ちょっと前なんですけども、昨日の夜中からですね、雪が降り始めて、ガレージとかですね、このウッドデッキの庇の上とか、この物置の屋根の上がやばいですね。やばいな、雪でかなりたわんでますね、これ。急遽ですね、この雪かき用のですね、このなんていうんですかね、雪かきの棒を作りました。これでちょっと屋根の上のですね、雪を払えればと思いますけど、やってみようぜ。ダメ。ガレージの屋根の雪下ろし、トラックにやってもらってますけど、下に脚立を置いてですね、このガレージの屋根ですね、4脚で押さえてない L 字型なんで、手前がどうしても重くなってですね、雪の重みで潰れてしまいますんで、もう一つ車の方もこれあるんで、こっちの方も下ろさないといけないんです。雪の中、ハルがラジコン持ってきて、四駆のラジコンですね。走らしてますか、雪の中。すごいね、さすがにパワーあるな。すごいよ、このパワー。すげえな。こちら側のですね、ガレージ側ですね、今鉄パイプを切ってですね、この L 字型の支えを1本入れました。もう1本こっち側にも切ってですね、今入れようと思ってます。もう7時ちょっと過ぎちゃってるんで、本当は仕事に行かないといけないんですけども、ちょっと緊急事態なんで、そちらの方を優先しようと思ってますけど、そらくもう学校あるのにこんなことしてて、今信じられない。どうやらですね、こっちの方の単管鉄パイプ2本かわしてます。これで多少は大丈夫なんで、高さが合わないんで下に木を入れてですね、調整してますけど、昨日の大雪からですね、一夜明けました。今日は1月19日、今朝の6時半ですね。まだうちの前はですね、雪がかなり残ってます。ここに立てたですね、鉄パイプの補強は、屋根の上の雪がかなり溶けてですね、倒れてしまったということなんで、もう外しちゃってありますね。こちらの方のもうとりあえずないですね。もう気になっていた物置の屋根も、大丈夫でしたね。一時期かなりこの板がたわんでましたけど、大丈夫です。この雪がここにですね、こう屋根から落ちた雪がこんなに溜まってますね。すごいな。
こっちはですね、デッキの屋根ですね。これもポリカで波板で作ったんですけど、やっぱりまだ雪が残ってますね。雪残ってるところはですね、ポリカの波板は沈んでますね。まあ、これはしょうがないですね。これは簡易でですね、雪を取るためにソラ君に作ってもらったやつですね。折れちゃってますね。昨日雪かきしてたら折れたとか言ってたんで、これか。また作んないといけないですね。これがあるとないとじゃ全然違いますんで。昨日はですね、朝普通に出てったんですけども、仕事場に着いたらですね、かなり遅くてお昼ちょっと前ぐらいになってしまいました。電車は来ないし混んでるしっていう感じですね。部屋の中でチャタロウが泣いてるんで戻ろうか。ん？部屋の中じゃねえの？いい？どこだ？あ、ここか。ここにいたんか、兄ちゃん。ん？何？お腹空いてんの？これじゃあご飯あげようか。あれ、さっきあげたよな、お前に。まだ足りねえのかな。お腹空いてるみたいなんで、さっき餌やったんですけど、今この牛乳をやってます。今茶太郎が食べてるのはですね、こういうやつですね。腎臓サポート用のカリカリですね、これ。中を開けると、こういうカリカリを食べてます。